受けが肩をつかむと鳥は当て身を入れ、側面に体をさばきながら受けの腕を切り下ろします。受けのコテと肘を制し、転換しながら切り下ろすと、受けのコテを肩口に密着させ、手首、肘関節を折りたたみ、手首関節を決めます。さらに転換して、うつ伏せに抑え、肩関節を決め制します。